おはようございます、たかしです。本日は4月5日水曜日、ただいま7時51分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は上髭の長い陽線で終えてます。今のところ底堅い動きをしてまして、どんどん上がるんじゃないかというそんな勢いを感じますね。そして金曜日とか月曜日が陰線だったのに対して、昨日火曜日っていうのは長い上髭ではありますが陽線になってきてますので、やはりかなり上昇の勢いが強いんだなというところ。ただ現在三角持ち合い上抜けからの調整の下落っていうのを一度もしてませんので、このあたりから一旦の下落を見ておきたいですね。今日足のストキャスティックスも高値圏ですので、このまま高値圏に張り付いてどんどん上昇していくということも考えられますが、今ストキャスティックスが高値圏にあるっていうことは下落してもおかしくないということですので、ここからの上昇というよりも一旦調整の下落をしてからの次の上昇っていうのを考えておくのが良さそうです。もちろんこのままスルスルと上昇していって、このボックスの上限168円ぐらいまで上がってくるということも考えられるんですが、今はやはり一旦調整を待ちたいところですね。では4時間足です。昨日はこの高値ですね、166円ぐらいを一度目指しに行きました。ちょうどそこからの反発の下落になってますね。この辺のローソク足なんか分かりやすかったんじゃないでしょうか。昨日の動画でもお話ししてますが、一旦は166円を目指すような動きをするかもしれないと、調整の下落をするかもしれないですけれども、このまま上昇の勢いが強いのであれば166円ぐらいを一度目指しに行く、そこからの調整の下落になるんじゃないかみたいな話をしてたと思うんですが、ちょうどそんな感じになってますよね。この高値166円が意識されて、そこで長い上髭の陰線が出たところ、ここからのショートエントリーっていうのはしやすかったんじゃないのかなと考えます。そして現在は GMMA の青帯付近ですね。ここでサポートされればもう一度昨日高値を目指してくる展開になると思います。4時間足のストキャスティックスは安値圏に向かっておりますので、もう少し下落余地があるのかなというところですので、現在 GMMA の青帯にも接触してませんので、接触するぐらいまでは下落してきてもおかしくないのかなと。ターゲットとしてはこの辺、紫のラインがあります。ここが1時間足の目線切り替えポイントと思ってるんですが、 163.445、 このあたりまでの下落は見ておきたいですね。ただオレンジの平行チャンネルのセンターライン付近まで戻してくる可能性もあります。それは日足の三角持ち合いの上限がここにあるんですが、この辺付近と考えると、このセンターライン付近まで162円台ぐらいまで下落するということも考慮に入れておいた方がいいと思います。まずは GMMA と接触したところでどうなるかですね。そして163円のミドルぐらいというところで下げ止まるかどうかっていうのを見ておくのが良さそうです。今4時間足のストキャスティックスは安値圏に向かってます。で、過去のゴールデンクロスを見てますと大きく上昇してます。ここの上昇ですね。なので今回も4時間足のストキャスティックスが安値圏に入ったところでは次上昇に向かうとは思いますが、日足のストキャスティックスが高値圏にありますので、上値は重くなるかもしれないので、ここからの上昇っていうのは結構高値圏にあるんだっていうところを意識してやっていく必要があります。では1時間足です。1時間足では少し上昇トレンドが怪しくなってきましたよね。一旦ここでいい位置を達成しているということもありますので、ここからの調整っていうのが今ほとんどされていない状態なんですね。ですのでこのターゲット達成からの下落っていうのは比較的深めに入ってきてもいいのかなと思いますので、そう考えると現在地付近でのレンジ、もしくは一旦値幅調整として162円ミドルぐらいまでの下落っていうところも考えておきたいです。今はこの GMMA の青帯を見ていただいたら分かるんですが、今この辺っていうのは上昇トレンドでしたよね。強く上向いているところから GMMA に一度突き刺さって、そこから GMMA の勢いが弱まってきているのが分かります。現在は横ばいっぽくなってきますので、このまま現在地付近でレンジを続ければこの GMMA は収束してきますので、そうなると1時間足ではトレンドレスな状態、今上昇トレンドで高値は切り上げ、安値も切り上げてきてますが、一旦この辺付近 163.8 付近っていうのを下回ってくると、そこが怪しくなってきますので、163円のミドルぐらいまで下落してきた場合はその辺付近でのレンジになる可能性も考えておくのが良さそうです。今大きめの下落をすれば、そこから次日足のストキャスティクスの過熱感解消からの次の上昇につながれるんですが、今なかなか底堅い動きをしてますので、そうなると現在地付近でのレンジになる可能性も高いですので、まずは163円
のミドルぐらいから165円のミドルぐらいまでの間ですね。その辺でのレンジを考えておくのがいいんじゃないでしょうか。昨日強く上昇してきてますので、その上昇の流れに乗っていくのもいいと思いますが、それでしたらまずは4時間足のストキャスティクスが下げ切るのを待ちたいところで、1時間足は今 GMMA が横ばい、そして現在は GMMA の下に入ってきてますので、一旦は上値が重くなると思いますので、短期的には戻り売りでもいいのかなと。そして4時間足のストキャスティクスが下げ切ったあたりでは次の上昇に備えておくっていうのがいいかもしれませんね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員価格は徐々に値上げを予定してますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。 GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。またインジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。